ロードランナーは、クライスラー社のプリムスブランドから販売された自動車で、ある。当時ブームに乗って高級化して行った、マッスルカーを、若年層を呼び戻すために徹底したコスト削減を行い販売価格を安価な設定に戻したことが特徴であった。1960年代後半、当時ブームとなっていた、マッスルカーたちは本来比較的安価な価格設定であったが、 多くのオプションが追加されることで高級、高価格となっていき、それぞれのルーツとなった車から独立していった。それに伴い、マッスルカーは若年層には手の届かない存在へと変貌を遂げつつあった。プリムスは GTX というハイパフォーマンス車をラインナップしていたが、ブランドカラーからは外れた価格帯であり、そのため販売が伸び悩んでいた。 プリムスは若者向けに400メートルを14秒の速さで走ることができ、3000ドルより安価な価格で販売できる車を欲していた。彼らは基本に戻って独創的なスポーツカー概念を生まれ変わらせることに決めた。このような経緯を経て誕生したのがロードランナーであった。プリムス内での位置づけとしては、ハイエンドモデルのベルベデアとエントリーモデルのサテライトの間を埋める。 マッスルカーとして企画された。徹底したコスト削減を行い、ベースモデルで2980ドルという価格で販売されたロードランナーは、目論ろみ通りがヒットした。ロードランナーの成功はより高級な GTX をも追い越し、やがてプリムスのラインナップに混乱を起こさせることとなる。しかしオイルショック等を経て、マッスルカーブームが沈静化すると淘汰されていき、最終的に、 ロードランナーは単なるパッケージオプションとなり、1980年代初頭にはラインナップから消えた。ロードランナーは1964年にコンセプトカーを発表、市販モデルが1968年に誕生した。ボディについては、コンセプトカーの時点ではハードトップのルーフをカットしたような形状のコンバーチブルモデルであったが、市販モデルはクーペ、ハードトップとなった。 ベースとなった B プラットフォームは基本に戻ってマッスルカーを作るために用意したものであったがベルベデアやサテライト GTX と同じでありその素性は確かなものであったマッスルカーにとって必須要件であるパフォーマンスと相安性に必要なサスペンションなどの部位は全て強化され性能は大きく向上していた一方で走りに影響しない部分はほとんどが無視された パワーステアリング、パワーブレーキは装備されず、またインテリアにおいてはカーペットさえなく、内部はシッであった。しかし、これらの装備は、標準では、用意されていないだけであり、ほとんどがオプションを追加することで利用することができた。プリムスは社名にちなみ、ワーナーブラザースに5万ドルを支払い、ルーニー・トゥーンズのキャラクター、ロードランナーをマスコットに採用しコラボレーションした。それと同時に、 漫画で登場したキャラクターの鳴き声、耳ミ、ミを模倣した方を標準装備として使う、契約をした。発売時に流れた CM は、ワーナー制作のアニメーションであった。簡素な構成のロードランナーであったが、エンジンだけは豪華で、標準モデルでは383、キュービックインチスーパーコマンドボルト8が用意された。さらに追加オプションで714ドル払えば、 426クイヘミエンジンを選択することもできた。低重心な構成と相まって6人乗りのロードランナーは1、4マイルを時速169キロメートル13.4秒で走行することができた。これは当時のマッスルカーにおいてロードランナーが最適なエンジン、プラットフォームの組み合わせを達成した一台であることを証明している。プリムスは 1968年におよそ2000台の販売を予想していたが安価な設定とそのパフォーマンスから実際の売り上げはおよそ5000台を数え大きなヒットとなった。1969年モデルは基本的な外観を保ちながらわずかに変化が加えられた。年次更新とともにロードランナーにコンバーチブルオプションが新たに設定された。しかし、 コンバーチブルの生産台数はわずか2000台に止まり、さらにオプションのヘビエンジンを選択したのはそのうち、たったの9台であった。383クイエンジンが、ロードランナーの標準設定とされたまま、オプションとして新たに440クイエンジンに3つの2バレルキャブレター追加した440から6バレルが、この年の中頃、ラインナップに加えられた。ヘビよりも安価なエンジンを搭載した。 この6バレルロードランナーは非常に質素な構成でホイールカバーもホイールキャップも取り付けられていなかった。しかしその440エンジンは390馬力を生じコストパフォーマンスは相対的に良好であった。安価な440九位の6バレルはパフォーマンス特性には大きな違いがあるものの426六位のヘミエンジンと少なくともハイウェイの巡航速度ではほとんど 同じくらい早かった。1970年の年次更新では外観が小変更された。新しいフロントエンドとリアエンドは基本的な1969年のボディ維持したままとなっており、これはデザインが一つの成功であったことがわかる。1970年のロードランナーと GTX は変わらず魅力的で人気な車であり続け、エンジンラインアップは普遍のままにされた。 スーパーバードナスカーホモロゲーション向けに、FRP 製延長ノーズと専用フェース、シャークノーズ、高さ70センチメートルのアルミ製、超音型リアウィング、ゴールポストウィング等を装着したロードランナーがスーパーバードとして販売された。この独創的なボディを手掛けたのは、ミシガンにあるクリエイティブインダストリーで、やはりゴールポストウィングにはロードランナーのキャラクターが描かれている。 大型のフロントノーズはロードランナーのフェンダーには装着できなかったため、フェンダー部分にはダッチコロネットのものを流用している。ゴールポストウィングは整流のための角度が調節可能であった。スーパーバードの兄弟車としてダッチチャージャーデートナがある。ル。1970年プリムスのレースチームに復帰したリチャード・ペティがスーパーバードでナスカーのグランドナショナルクラスレースに参戦し、 発祥した。その車両は、リチャード・ペティ・ミュージアムに展示されている。また、2006年のピクサー映画、カーズにおいて、この車両のキャラクターが、キングの名前とリチャード・ペティ本人の声で登場する。1971年、ロードランナーは、モデルチェンジする。クーペの車体は、休憩車で傾斜した、フロントガラス、隠れたカウルと深いフロントグリルとヘッドライトを含め、 当時のクライスラースタイルのトレンドに合わせてより丸いボディデザインに変えられた。また、二ドアハードトップとコンバーチブルは廃止された。モデルチェンジしたロードランナーは前のモデルのようなパフォーマンスを持った車ではなく、また、新しく制定された排気ガス規則のため大きなパワーダウンを余儀なくされた。1972年モデルは小変更が行われただけで、1971年モデルと ほとんど同一であった。グリルは、ジェットエンジン級気口のようなデザインとなり、テールライトは丸くなり、グリルの新しいエアロダイナミクスな外観に、マッチするよう、より高い位置にされた。1971年モデルとの大きな違いは、エンジンであった。ビッグブロック383クイバージョン、当初オプションであった、スモールブロック340バージョンが、ラージボア400と乗せ替えられた。また、 初めて4バレルのキャブレター付き444度エンジンが搭載可能となった。このエンジンは GTX パッケージとして1972年から1974年までロードランナーで利用可能であった。しかしこれらすべてのエンジンの実力は新しいサネット測定システムでは非常に低いパワーとして計測された。 ロードランナーを象徴していた4 2 6ミは1972年に搭載が中止された。そして5台の440から6バレルエンジンが生産された。1973年から1974年のモデルはデザインの小変更が行われ、ボンネットの前方に突出するフロントフェンダーでスタイリングであった。 1973年から1974年モデルのベースエンジンはクライスラー318シド V8 となったが、デュアルエグゾーストはまだ標準装備であった。車重に対してエンジンのパワーが大きく劣っており、このエンジンを搭載したロードランナーの1、4マイルのタイムラップはもはやマッスルカーの地位からはかけ離れたものであった。1972年以後、 440クイエンジンの4足車は製造されなかった。400は4足で提供される最大のエンジンで340クイと360クイエンジンを搭載することも可能であった。440は1973年と1974年にまだ搭載できたが727台のオートマチック車と組み合わされた。百七十五年モデルは新しく設計されたより フォーマルな外観の B ボディのモデルであるフューリーをベースとした。当時選択できた最大のエンジンはその時400であった。このプリムス最強のエンジンは警察モデル用に販売が制限された。ベースモデルはやがてサテライトからフューリーに変わったがロードランナーは B ボディのままであった。百七十六年にロードランナーはモデルチェンジを果たしたが従来より小型な A ボディのバリアント ダスターシリーズの2ドアモデル版として切り替えられた。ベースはボラーレで、使用されていたプラットフォームは、イプラットフォームであった。姉妹車には、ダッジアスペンがいる。だが、結局モデルチェンジした、ロードランナーは、ベースとなったボラーレと、全く同一のボディであり、ボラーレの小綺麗なグラフィックスパッケージという位置づけに、過ぎなかった。しかしサスペンション等の多くのパーツは、 バリアントの警察パッケージから流用されたことでパフォーマンスは差別化された。エンジンラインナップは仙台までと同様幅広かったが145馬力の318、シド V8 が普及体のエンジンであった。360クイエンジンはオプションとして提供されたが3速オートマチックと組み合わされただけであった。 そのため3 6九位のパワードモデルは潜在的には立派なパフォーマーであったが、ラインナップ全体としてのパフォーマンスは抑え続けられ、ついに1979年までに225五位が標準となった。結局ロードランナーはボラーレと統合されて、車種整理された後、1980年の製造中止までボラーレのグレードの一部として存続し続けた。ありがとうございます。